ございます。カモンマテリアルの高見ごろです。マテリアルのあゆみです。カモンのひらです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、はい、8月28日ですよ、はい、もう1年1ヶ月目終わりですね。はい、終わりましたね。終わりますね。はい、ね、という感じの、1月28日なんですが、はい、これはどんな日なんでしょうか。はい、今日は宇宙からの警告の日。すごいな。なんかね、すごいな、そのネーミングが。はい、1986年昭和61年の1月28日にアメリカのスペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げ後、はい、わずか74秒で大爆発を起こし乗務員7人全員が死亡する惨事となった日となっております。見てたよこれ、見てたよこれ。おお、いや、ほんで、事故の原因は、まあ、部品がね、破損して分解が始まって爆発され、はい、爆発になったんですが、はい、世界中にテレビ中継をされていて、いの最中だったので、もう全ね、すごく多くの人が見た。いや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 、あの衝撃的な映像はね、世界中で拡散されたし、だって俺高校1年生だったんですけど、覚えてますよ本当に。怖いですよ ね、宇宙に行くスペースシャトルがポーンってね、そうですよ、え、嘘やろっていう ね感覚で。でもね、この宇宙からの警告の日っていうのがね、その後小説家大江健三郎が、はい、書きました、はいはい、書籍、治療棟っていうね、はい、本の 中、はい、中で、うんうん、この事件を宇宙医師からの警告と表現したことから、うんうん、この日が生まれたそうです、うんはい、宇宙に来るなと、来るなと、ね、いう警告をされたんだと、はあ、大江健三郎先生がおっしゃったわけですね。そうですね。はあ。SF 小説すごく、はいはい、そんなことを言ってたんや。今日まで知らんかった。そして記念日にもなっちゃう。なってるというね。はい。はい、おお、なるほど、はいはい。そしてもう一つ。はい。はい、逸話の日です。ん？逸話。はい。日付で。はい。はあ、なるほど、はい、から語呂合わせから来ております。それ逸話真由美の逸話じゃないよね。何ですか。逸話真由美知らんの。マジかよ。恋人よとか知らんの。恋人、いや違う、それの恋人よそばにいてって。ああ、そっち。震える私のそばにいてよって、あ今日も歌う日でした。今日も歌った。はい、逸話、違うのね。はい、の5つの和で逸話やねんけど、あ、そうじゃないですね、はいはい。まだ世の中に知られていない、はい、興味深い逸話を、はいはい、エピソードそうですね、はい、を語り合う日、はい、また人物や物事の逸話から本質を探ることの大切さを知る日となってます。はい、なるほど、はい、そうですよね。そうですよね。だから、まあ、僕らもね、まあ舞台やったり映画やったり、はい、でこうやって映画のことを伝えたりとかいう形で、うん、いろんな逸話をね、はい、皆さんにお届けしている人間なんで、うん、じゃあ1月28日今度から本当に忘れないようにしないといけないね、はい、逸話の日で、はいはい、恋人よ。あ、じゃないじゃない。ありがとうありがとう。はいはい、はい、ということで、はい、まあ今日の日はこういう日だということなんですけど、はいはい、じゃあ今日の逸話をね、あ、行きたいと思います。はい、このプレゼンありかなしかなんですけども、はい、先週はね、小沢仁さん、はい、はい、インタビュー前編をお送りしましたので、はい、今週は後編ということで、はい、いやー、でもね、バッドシティね、本当にね、もう始まってるんですけども、うん、上映がね、先週から始まってますけども、うん、すごいやっぱりね、面白いんですよ。うん、めちゃくちゃ面白い、かっこいいし、ね、うん、で、これの、インタビューが本当にね、ものすごく長かったので、切れなくて、2週にわたりましたという感じなんですけども、見たいですもんね、皆さん。いやいやいや、もうぜひ、もうだからね、映画もすでに見たっていう人もこのインタビュー見てもらうとより面白くなるし、でまだ見てない人もこのインタビュー見てから、映画館行っていただくと、はい、マジやったのあれみたいな、より一層楽しめる。いやいやいや、めちゃくちゃ面白いですよ。
クライマックスでの戦いのシーンにそんなこそんな逸話があったんだっていうね。あの本当に、マジで全部語ってくれてるので裏側を、はい、ぜひですね、この今からも、インタビューを楽しみにして見ていただいて、そして映画館もう一回、まあ、一回見たい人はもう一回行っていただいて、うんうん、でまだ見てない人はこのインタビュー見たらすぐに映画館に行っていただくと、はい、行きたくなるんじゃないですか、うん、いやもう絶対行きたくなると思います、ね、はい、ぜひ行っていただきたいと思います、はい、では、このプレゼンありかなしかスタート。善人を殴れば暴力だが悪人を殴れば正義か。面白い。それはどういう意味だ。検察警察そのどちらにも所属しない特捜班ゼロ課だ。俺たちの狙いは五条とキムスギだ。奴をパクる。それが特捜班ゼロ課の任務なんだな。貧困と暴力に蝕まれたこの開港市を豊かな町に生まれ変わらせてみせます。ここでお別れだ。彼はどんな男だ。でっち上げもいい加減にしろ。お前には奴らが悪で俺たちが正義、そう見えるのか。班長には血も涙もないんです。ケリをつけに来たよ。こっから先は一歩も行かせねえ。なぜ奴がこの町にいるんだ。潰されると分かっていてもですか。死ぬ気で食らいつき。あのでもね、なんかその なんでしょうね、僕そのやっぱアクションとかもともと好きな人間なんで、あのそういうの見てますけど、あの今までの作品、僕が見てた作品とも全然違う種類のアクションなんですけど、あのちゃんとね、でもそこにね、感情が乗せられるようなストーリーがあるんですよ。だからやっぱそれを僕、脚本の力かなと思ってるんですよ。だからみんなの力だと思うけど、やっぱりアクションでも、はい、あのホールでバーって軍行って、はい、で階段とか立てじゃん、はい、でこっから横になっていくわけだから、はい、縦は絶対必要だったんです。そうですね。あれはもう監督がもっとやりたかったらしいんだけど、はい、まあその前の日にはもう24時間そのホールの群衆のあれやってて、はい、次の日階段と、はい、あの俺とタグの廊下があるから、はい、スタッフが寝れなくて死んじゃうじゃん、もう、もう量がすごすぎて。セカンドがもうじゃあ階段結論に しようかなっていうぐらい、そのためあの縦を出て100か0じゃなくて、はい、50で取れる。なるほど。編集するときに絶対後悔する。そうですよね。でやっぱりあの監督がもっと本当にいろんなことを考えてんだろうが、うん、カメラ一方方法でとにかくいっぱい撮るっていうので、はい、あんまりこう回収なんか少ないし、はい、でそういうので撮ってももう十分それでも効果的にはわけじゃん、うんうん、だから俺だってお前階段小沢さん階段落ちてもらったらいいよって言って足持たれてガンガンって言ってバットで殴られながら階段落ちて、はい、下に落ちたら踏んづけられる。いや、そうです、ね、で、そこでカットだったんだけど、ブチッ切れて立ち上がって手ついてね、片っぽしから殴ってたの。いや、そうですよね、そうですよね。そうするともうあのアクション監督では、はい、あのカーブが入ってから、はい、で監督がカッターって化け物かーとか言い。いや、化け物です。いや、だって、いやでももうそれ化してる俺のアクションって、はい、監督が小田さん全然言うこと聞いてくれないんですよって言うけど、はい、聞いてないわけじゃねえんだよ。もうテンション高くてどうでもいい、ぶち殺しちゃいいんじゃないかってマジで、はい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 、で、あの足の運びもこうやったら長丁場の撮影だから疲れないのに、はい、そんなもの関係ない、なんかこうとにかく獣ヤマと戦ってて、ヤマなんかもう誰がこの巨大なオラウタン殺してくれ。なんで怒るやつじゃなくてオラウタンなんだよと思って後から考えたら、ああぽいかな。いや、オラウタンってすごい握力らしいですね。あ、でも手がいいし、なんかドンドンドンってさ、家元の戦いなんかでも途中からフリーになったんだけど、監督があったくとなるように、あ、フリーあげんだなっていう、このメンバーによっちゃ
デアマンもそうだから、はいはいはい、だからフリーになった瞬間だからその前から段取りで、あの右左こうフックだもんね、はい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 、俺は右左右のアッパーデアマンくんわっどこかよわっとガーンつかまれてガーンってマジでほぼもう段取りどこ行ったあと俺あいつマウント取って顔面上からこう殴るとき、あいつ避けっから、狙いに行ってんの避けっから、コンクリート殴ってちょっと折れた。マジですか？そしたらあいつガーンこう下にバッて行って、こうやるわ、お前って。そしたらガーッてひっくり返して、今度あの野郎マウント取って、取り上げて。あの兵がマジよ。今のマジよが本当にマジなんですごいですね。山がだってあんな切羽詰まった顔、あの久しぶりに見たわ。あの基本やらなきゃやられるって顔してる。ね、いやって言うたびに山が監督に吠えてるもん。俺は殺す気か。監督に。いやだからね、そのラストのあのバトルとそのやっぱタクさんのところっていうのがもう異様な緊張感なのは分かりましたね。うん。うん、で、あの小沢さんもあのめちゃくちゃ真剣に。こ何かなって見てるのも分かったんで、うん、これすごい緊張感のシーンやなと思って、どうやったら当たるかいやだからリアルなんですよね、マジでやってるから。そう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 。あんなもの例えばさ、はい、メジャーのさ、はい、もう全員作品だとしてプロデュースされた、お前ら気違いがやめろ、お前ケガするとダメ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 になるんだろ取れねえんだからメジャーのこういうの。そうですよね。おあのでも僕ね、意外にリアルやなと思ったのは、うん、あんだけ乱戦してたら、うん、拳で当ててるから、うん、だんだん拳途中で痛なってくるじゃないですか、うん、でまあ痛くなってる拳やけどそれを超越してどついてるのは分かるんですけど、うん、そのうちの肘打ちがすごく多くなってきて、うん、めっちゃ肘打ち疲れてるのってあれ拳痛いんだろうなと思って。いや軍衆とかでもそうなんだけど、はいはい、パンチって角度によって、はい、でそれ実際に殴ってないわけ、ね、なんかこう当たってない感があるんだよ。なるほど、なるほど、そうですね。だから俺ストレイヤーだから、はい、後ろ向きになった時肘でこうかぶしてこうってガンガンいくのかってあれ当たってないけど、うわマジやじゃないの俺って見える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 見えます見えます。肘が多いんだよ。でも肘打ちの方が実はリーチが短い分だけ、うん、奥入れなあかんから余計しんどいじゃないですか、うん、だから後ろ向いて体もしんどいよ。あ、うん、でもこうやってなんか距離あってこういうふうなのもちょっと嘘っぽいなって思う時が、あの何となくぶっ飛んでるけど、あカメラ後ろかと思った時、あのいや後ろでこれの大丈夫な場合と、はい、横に行った時とかで明らかにこうやってるんだったら、はい、肘をこうやっていやあれは僕でも逆にあれリアルに見えましたね。そうだから逆に下の方は山こうやってブロックしてる、はい、したらここに肘ガンガン出てないんだからいやもう絶対俺大沢さんとアクションシーンだけやりたくないな山も二度とやりたくないあのじゃあそろそろちょっともう時間があの10分超えそうなんで、うん、っていうか多分超えてると思うんですけど、この作品で、うん、何を見せたい。あ熱を伝えたい。あそうです。あのこれが映画人の映画だよって熱を伝えたい。はい、なんかこう今もお涙ちょうだい映画ばっかりでドラマで泣かすっていうのをさ、ジャンルとしてはいいんだよ俺は認める、うん、あそればっかり映画を見てみる。だいたい泣ける映画3本セットみたいな日本映画でこう来るじゃんか。でもこういう映画もあっていいだろう。でこの熱っていうのは今の業界にはないものだから、コンプライアンスに縛られてセーフティーとかっていう、だこの熱こそが俺は本当のもうないけど言葉としては死語だから、はい、映画人たるゆえんの熱だから、うんうん、何とかと言っても平均年齢高いよ俺キャストいやそうですね、はい、一番下の坂上とかさ、はいはい、そうまあまあ平均しとったら40後半くらいいくじゃん。そうですね、そうですね。このおっさんたちまだこんなやんだから。いや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 、はい、そうですよ本当に。だからやっぱり見てて昭和イズムも俺ちょっとこれ意識してたりするから、はい、うん、でそういう昔の人たちがなんか男はこういうの持ってて、うん、あなんか俺年食ってなんかこんな感じ忘れてないみたいな、あの熱から来る元気とか、はい、今女性でも
ダンディズムっていう世代で、今の若い子はダンディズムさえもわからないわけじゃん、うん、だからなんかわかんないけどこのおじさんたちかっこいいねぐらいのさ、こう熱を伝えたい。だからどこのストーリーがとかっていうよりもこうもう総合で熱で勝負してる、うん、ストーリーもあるしアクションもすごいけど、はいはい、その熱を伝えたいね。もう帰りみんな映画館出て温度計測ってくださいってみんなピー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 になってみんな40度ぐらいあってお前集団感染バッドシティ集団感染、集団感染コロナじゃないよバッドシティバッドシティ集団感染だからだってコロナでもかっこいい名前作るんだからさ、そうですね、コロナじゃないけどみんな急に熱が上がってこの病気の名前はバッドシティですって言ってくんねえかなテレビで言ってほしいですね言ってほしいですね言ってほしい医者かなあーなるほどな、うん、国会でも議論してほしいあのバッドシティ熱を止めるにはどうしたらいいかで野党が勝ったよ、はい、映画を打ち切ればいいんですよそれダメじゃないですダメじゃないですダメじゃないですじゃあすいませんその熱のままですね最後に、うん見てらっしゃる方にですね、うん一言映画は映画館見るのが普通です。そこの君いつネットリックス来るんだろうと思ってるんだったら俺の目の前でしばきてほしい以上はい、ということで、今日はですねバッドシティ映画バッドシティの、主演を務められました尾崎壮さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、終わりました。あめっちゃおもろかったやろ左右ちゃんと閉まってたやろ、はい、あの前半のあの中途半端な切り方はちょっとなんか大丈夫かなって思ったかもしれんけどあのちゃんと閉まってましたよねあの映画は映画館で見るもんです全くおっしゃる通りです、はい、それが当たり前です、ねはいはいぜひ皆さんマイクロシアターいやマイクロシアターでは残念ながらバドシティはやってないですけ ど, そうなんですけど、ね、まだね、うん、まだやってないですけどね、はいはい、まあ、あのいつかそのうちちょっとあの渋谷にあの渋谷プロダクションで言わせてあの公開終わったら流してくださいっていうのを言いましょうか。いや、うん、まあそんな感じですね。だから、うん多分ね お二人はまだバッドシティ見てないんですけど、うん、見てないけどなんとなく熱伝わったよ、ねはいうんうん、あの意味わかんないところは多分あると思うんですよね、うん、あの途中で言ってたヤマトの戦いって言ってあるのは、うん、あの一番最後の、大ボスと戦うところなんですよ、うん、でほんまにあの話聞いてて、いやこれフリーやったんやっていうのが分かって余計なんかもう一回見たいなと思うんですけど普通のなんか殴り合いの喧嘩やんそう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 マウント取る話は実はあれは段取りではなかったってマジかと思う多分あれ流れをやりながら作っていったんですよね。であのまだお二人見てないその120人の男性のシーンを24時間撮ってたってマジか、マジかよ。であれね見たら分かるんだけどあの大きいホールなんですよ。大きいホールあの建物の中の大きいホールがあってホールっていうかねエントランスホールみたいなとこでカメラがね上からとか下からとかめっちゃ狙ってんで多分ね上から撮るときはカメラ上に全部追って、うん、であの寄ったり引いたりしながら撮ってるっていうパターンなんですよね、うん、でもその時に中にカメラ入られへんから、うんはい、多分、そのパターンで撮った後、うん、下カメラ下に降りて、うん、であの持ちながらこう迫っていくみたいなやつもあるから、うん、おそらくそれで何回も同じことやってるんだと。あれはすごいな、まあ、24時間かかんねやみたいな感じですね、うん、このインタビューの中には入ってないんですけど、ヒロイン役というか、まあ、トップ総01かのメンバーに選ばれたヒロインになってる坂上茜さんっていうね、うん女優さんがいるんですけど彼女は撮影中に実は怪我してるんですよ、うん、なんか捻挫かなんかやったんだかな、うん、で捻挫したらしいねんけど、うん、あの小沢さんがおいお前どうすんだやんのかやんねんのかやりますおしそれでいいって言ってそんな感じやったらしいですよ、うん、まあまあそうですよね。あの現場過酷な現場の中ではきっとそうなんやろうなと思うんですけど、はい、まあそんな感じでもうだからあんな感じで作ってはるという熱がこのインタビューで、うん、多分見てらっしゃる方には伝わったと思うので、
はい、ぜひですねこの熱を持って映画館で見ていただいて40度ぐらいの熱出して出ていくという両名バッドシティね、そうバッドシティ症候群で国会で取り上げられるというね、ぜひやりたいな、やってほしいなと思うので、ぜひ、見に行っていただきたいなと思うんですが、はい、はい、一応これね、ありかなしかなんで、はい、はい、それでは、やりたいと思います、このプレゼンありかなしか判定ですね、ですね、ですね、今日はもう次回かけへんかったねあっさり一瞬いや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 、でも本当ね、あの小沢さん本当すごい楽しい人でしたけど、あの僕もだから逆に言うと熱いただいたんで、あのすごいこう何やろうな、やる気になりましたね、だからまた作んなきゃってなんか思いましたね、はい、はい、ということで、はい、映画バッドシティの、小沢仁さんのインタビューだったんですけども、実は小沢さんですね29日に、ナンバーパークスシネマの方で、舞台挨拶をね、やることになってますので、明日です、明日です、明日ございます、で、時間等はあのネット等で確認していただいた方がいいと思うので、そちらで確認していただきたいんですけども、なんとですね男小沢すごいですよ、ノーマネージャー一人でやってきて一人で舞台挨拶に立って帰るそうなので、はい、ぜひですね、小沢さんのこの爆裂トークをですね聞きに行って、まあまあ多分映画の後かなやと思うんで、ぜひ聞きに行っていただきたいですし、まあ映画もね当然楽しんでいただきたいなと思います。はい、ということで、バトシティでした、ありがとうございました、はい、では、あゆみ、はい、の情報です、はい、本日ですね傘の下、はい、はい、上映になります、はい、はい、28日土曜日19時30分から、はい、上映開始となりますので、ぜひぜひ傘の下、川村隆弘監督の、カバの原点となった傘の下を見に来てください、お願いいたします。2012年の作品です、はい、で曲もすごくいいんです、はいはいはい、中に挿入されている曲もすごくいいので、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、勝利1500円です、はい、はい、そして、はい、2月に入りまして1日、1日から3日、1、2、3と酔いどれ東京ダンスミュージック、はい、永瀬由衣監督の、ドキュメンタリー映画の上映となります、はい、はい、こちらね19時から、なんと立て続けて3回、19時、20時20分、21時40分と3回で立て続けて、はい、上映させていただきます、料金の方は1500円に、ドリンクがワンドリンク付きとなっておりますので、ぜひぜひね、一緒にね、うん、映画を見ながら酔いどれてくださいそうですよね、はい、読みながら見れますので、うん、ぜひぜひビール片手に楽しんでください、お願いいたします。そして4日土曜日から12日日曜日までが矢野明彦監督のピンとイエスイエスイエスにぎやかの上映となります、はい、料金が1500円です。こちらね、ピントが一つでイエスイエスイエスとにぎやかが、セットになって、2セット、はい、上映を交互にさせていただきますので、ぜひこちらの方を見に来てください。13日月曜日がカバの日で、はい、27日月曜日もカバの日ですね、第2、第4月曜日の定期上映となっております。じゃあ川村隆弘監督のカバー、ぜひぜひ見に来てください。料金が1500円で、お時間が19時からとなっております、はい、そして15日に、音楽ライブ、島本隆監督の谷町ゴールデンアワーがございます、めっちゃ楽しみですね、はい、めちゃめちゃ楽しみです、上陸です、はいはい、僕長崎出張から帰ってくるのが15日の朝なんですけど、もう晩来ますから、はい、はい、お待ちしております、はい、そしてまた島本隆と一緒に飲みに行きます、はい、で料金が2500円でワンドリンク付きとなっております。お時間が19時30分スタートになりますので、ぜひぜひね、本当にトークあり短編映像ありでね、うん、たくさん楽しめるイベントとなっておりますので、あのね、これね、あの聞いた人なら分かるんですけど、うん、下郷さんの歌ってね映画的なの、詩とか、あの、うんうん、しかも音の作り方まで本当に映画的なの、うん、なぜあの効果音をギターで自分で入れちゃうから、あ、うん、そうですね、
そうそうそう、だから何やろ、映像作品を見ているかのように音楽楽しめるので、うん、それにさらに映像がついてくるっていう感じなんで、めちゃめちゃ楽しいです。はい、はいはい、ぜひ楽しみにしてください。はい、そして22日水曜日から26日日曜日が、はい、亀井徹監督の打ち蝉の森です。だよー、マンモスレピーカルティーだカルティーだ、もう本人言わへんやろけどな、絶対言わないやろな、でもなんか共有されて言いそうですね、ね、はい、はい、料金が1500円となっております。お時間の方はね、それぞれちょっと使ってくるので、サイトの方でご確認ください。はい、はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。では行きましょうか。はい、はい、今日のグッチョイ。はい、さあ今日のグッチョイは、はい、はい、1日から上演されます。はい、よいどれ東京ダンスミュージックです。はい、はい、こちらです。これ何分くらいの、これね、57分なんですよ。あ、1時間くらいなんですね。はい、ね、だからサクッと見れる感じですね。はい、ワンドリンク付き。はい、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 私は、バンドマックロケボックスの大月ひろのりさんは、上京してから32年会社員として働きながら音楽活動を続けてきました。かつてテレビ局イカ天こと、はい、三宅裕二のイカス天、はい、イカスバンド天国にも出演していまして、あ、そうなんですね。はい、ね、同世代や憧れのミュージシャンとも共演していた大月さん、今は仕事中と睡眠の時以外はだいたいそばにお酒があるそうです。そんな生活を送っています。ライブの最中に飲んだり、はたまた二日酔いだったり、時にはライブの前に飲みすぎて怒られたりと、そのように周囲の人々は最初は、振り回されながらも気づけば、渦の中に巻き込まれていく、そんな作品となっております。はい、ドキュメンタリー映画なんでね、はい、ね、生活がもろにそうですよね。はい、はい、まあミュージシャンってね、特に関西のミュージシャンって割と飲みながらライブやったりとかするとか結構いたりとかはするんですけどね。で、一時でもほら奥田民生が飲みながらライブやってるのをすごい批判されて、飲むのやめてライブ中飲むのやめたっていう事件があったりとかでね、なかなかその音楽界隈では飲む飲まないみたいなところあるんですけど、もうね、新世界の、ライブハウスは全然関係なくもう飲みながらやってますから、あと沖縄系は絶対飲んでね、まあ東京でも飲んでらっしゃると、やっぱりミュージシャンは飲むんだなみたいな感じですね。はい、はい、歌手のタマさんとかも出てる、あ、はいはいはい、出たりとかするので、またそこも見どころなので、はい、ぜひぜひ皆さんにね、お届けしたいなと思っております。はい、はい、ということで今日のグッチョイでした。はい、まあね、令和5年も 1月がもう終わります。はい、そしてもう来週はもう2月に入ってますからね。はい、2月はね、私実は忙しいんですよ。なかなか忙しくて、11日にワープロジェクト大使のね、やつで健康記念の奉祝記号というのを橿原神宮に撮影に行った、その足で長崎に行き、長崎12日に長崎で、カバトモルの上映会をやり、そして帰ってきたと思ったら今度は18日に、八尾の恩寺で、カバトモルの、映画上映会をやるみたいなのがもう前半にグワーってこう詰まってるんで、はい、2月なかなかいろいろと忙しいんですが、はい、皆さんもですね、ぜひこの令和5年はね、なんていうんですかね、やっぱこう行動制限がだんだん解けていて、コロナとの付き合い方みたいなのがなんか見えてきた年になってるので、もうバンバン動いてね、そしてマイクロシアターにもどんどん来ていただいて、はい、このね、よいどれダンスミュージックもそうですけど、いろんな作品がね、もう4月までパンパンやもんね、はい、パパンということなんで、もうパンパンに皆さん来ていただいてですね、はい、ここでも酔いどれていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、という感じでございます。はい、はい、では、今週はこんな感じで、はい、そして来週もまたね、映画監督のインタビューございますので、はい、楽しみにしておいてください。はい、それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。カスタマスタ来てね。